入ってもらいますよ。ここだけね。じゃあここだけかな。はい。三四五六。はい、じゃあ帰ってください。はい、どうぞ。どうぞ、パイプで、X 長なり5。え、そこ変わんないの？マイナス2だったんで。
布団類項まとめただけじゃ布団の向きを変える。物は何もないから。布団をまとめるだけでは変わらない。これを書いてるので、ここがあるので、ここがあるから、この時点で向きを変えるだけなんだよ。まあ、マイナス2のところで変えるんじゃないの、うん、ここの時点で変えるんじゃないよ。割った分母でこう割った時点で変えるんだよ。俺それで変えるよ。だって それ変えてそのままマイナス2でやるから。こう書いて、下に書くのめんどくさいから。こう書いてる人はそれでいいよ。これが、これ。ただ、この行があってこの行があるから。はい、それから5番目、カッコ外してやりますよ。とマイナス 6X 小なりマイナス7やってておかしいと思わなかった。なんでこんな分数になるの。 X 大なイコール6分の7まる。はい、これいいですよ。1個ちょっと分数になるやつだね。これ6番目、10をかけて全部計算をしてたようですが、この2にも10かけて20にしないとならないからね。ここかけ忘れをするからここ気ですけどね。と 13X 大なりマイナス13で X 大なりマイナス1っていうことです。じゃあ4つ以上はまずいい合格だよ。したときに、じゃあ4つ以上できた人パーな。それから4つ以下の人グーな。せーの、はい。4つ以上の人パー、4つ以下の人グー、はい。テク以外はいいですね。テク宿題をこれからやってこようね。はい、それじゃあですね、今日は文章内の最後の話になりますので、それじゃあ、少しみんなに頭使って考えてもらうね。今まではただ計算の練習するだけでしたが、今日はちょっと頭使ってもらいますので、考え方、どうやって考えて、どうやって、求めればいいのかの考え方を聞くから、ちょっと難しいかもしれない、ただ計算するな。はい、それではいきますよ。はい、ちょっとじゃあ問題を見てください。あちらくん見える？はい、見える。はい、じゃあ八島子、問題を英語で読んでみる。はい、どうぞ。まとまった問題を読んでください。1コンニャ30円の提供、1200円の提供を合わせて、成果が一体金を見せるかという他になるようにした。はい、問題の意味が分かりますか。問題の意味が分かる。230円の提供と200円の提供なんですね。230円のほうがちょっと高いです。で、家族が10人いるので、10人に提供を1人ずつ行くように買いたい。ところが私は2100円しか持っていない。どっちの景気が美味しそう。高い方がなんとなくいいよね。そこで高い景気をできるだけいっぱい買いたいんだけども、何個まで買えますかという問題。わかる？230円の景気と200円の景気があって、お金210円しか持ってない。10個買わなきゃならないんだけどな。でも230円の景気の方が美味しそうだから、できるだけいっぱい買いたいな。でもお金は2100円しか持ってないんだから、一体じゃあ230円の景気は何個買えるの。10。そこで、それじゃあ皆さんに今日はどうやって答えを探したらいいのか考えてもらいますので、だからもあの紙を出すから、ちょっと考えてみてください。こうやればできるの、こうやれば解けるんじゃないの、分かるんじゃないのっていうので問題を出すからね。裏返すからね。はい、紙を渡さなかったので、はい、はい、どんなやり方でも構いませんので、こうやれば230円の景気を変える、このぐらい変えるっていうのをこうやれば探せるよっていうのをちょっと考えて。この問題どうぞ。この問題は3年生の問題なので解けませんので、裏使ってくださいね。裏紙使ってちょっと考えてます。どういうふうにすれば230円の景気何個まで変えるか求められるか、これをちょっと考えてください。
答えを出せればいいんですが、こうやれば何個かいるか求められるよという考え方をちょっと考えてくださいね。はい、じゃあちょっと3分ぐらいでいただきますので、そこにメモしながらでもいいですので、こうやれば何個かいるか答えを出せるよという部分でちょっと考えてくださいね。はい、じゃあ始め、まず一人で考えて、お店はその前には店しかなくて10個買わなきゃなんねえな、どうしたらいいなーって、お店はその前にいた時考えてどうするの、お店さんたちだったら、えそれを考えるね。じゃあどうやって考えるの、考え方を教えてくださいね。こうやれば求められるんじゃないの。はい、どうぞ。ネギって負けてもらうと思うんだよね。ネギって負けてもらうと思うんだよ。大根とか魚屋さんだったらネギるかもしれないよな。ちょっと切って、ネギってるのもいいんだけど、ケーキ屋けんちゃんだったらネギかもしれないな。知らないよ。ネギ。はい、ちょっとね、考えてください。あと2分ぐらい。こっちじゃなくて、裏使ってね。10個買うのは10個買うのよ、とにかく。ああ。10個買わなきゃなんないんだから、10個は買ってちょうだいね。10個買う。だって、230のケーキ10個買えば本当欲しいんでしょ、これ。でも230のケーキ10個買うといくらなの ?2300 円になってるでしょ。ところがお金は2100円しか持ってねえんだから、混ぜっこして買わないと買えないよ。お金が210円したら。じゃあどうやって考えれば230のケーキ何個買えるか探せるの、それを考えてくださいよ。考えてどんなやり方でも構いません。あ、不等式を立てるっていうか、どうぞそれでもいいですけど、俺は不等式なんかいらないから別なことも考えるよ。それはその人はそれで構いません。考え方を知りたいので、考え方、どうやって考え方をいきます。ほら、試技を取りなさいっていうよりもちょっと難しいでしょ、どうやって考え方を。はい、どうぞ。9個じゃダメだな、わかんない。でも実際こうやって2種類のケーキ買った時もお金、自分の持ってるお金と代金買わねえ、代金聞いてからすいません戻してくださいって言わねえ、いかないでしょ。そういうことはそれがあるよ。もうしょっちゅうあるよ。あ、はい、戻してくれ。いずれ10個ケーキは買ってちょうだいね。どうやって考えるの。10個以上でもいいでしょ。10個以上じゃない、10個買え。10個10個買うの。10個、11個とか12個とか8個とかじゃなくて、必ず10個買えたいね。さて、どうやれば何個買えるか求められる。ケーキをさ、1個200円のケーキを半分にし、半分にしてもらうっていうのでいいの。お前じゃけんけんってそれ頼んでるよ。そしてない。大根半分と大根のと分け違うよ、お前。大根半分にして、それだけしてくれる。大根は何分いいの。ケーキのイチゴだけもらった時ある。ケーキのイチゴはすっぱいから。ただで。ケーキのイチゴさんはね、熟す前にお店に出さないとなんないからね、酸っぱい間に取ってしまう。甘くなれないね。開けろや。で、どうやって考えるの。式とかなんかじゃなくて、こうやれば出てくるじゃん。2100円を買い切ることだよ。余ってもいいんでしょ。余ってもいい。お釣りがあればいいんでしょ。お釣り、あるいは2100円全部使うね。
り時間あと1分、うん、じゃあ、ちょっと静かで、ね、いろいろ答えます。その方法でいってみよう。はい、それでは中間カップとします。はい、ちょっと顔上げ、それじゃあこうやればなんとなく良さそうだなってやり方が分かった人パーな、まあ、だよ。全然やり方分からんねっていう人グー、 なんとなくこういうふうにすれば良さそうなんだけど、ね、よく分かんねえな、自信がないなっていうのが直近な。アイデルの見るとグーが遅くなって、まあ、ちょっと聞いてみるからね。はい、それでは、カナエは若いのパー、それからある程度僕はこうやってばできるよって若いのパーね、全然分かんないっていう人はグーな、はい、いただよって言った時ね。はい、じゃあせーの、はい、ドン。パーの人がいない。パーはすっかり分かるよ。はい、それじゃあ初期の人やパーの人やグーの人でも結構答えるっけな。じゃあちょっと何人かにちょっと聞いてみるよ。はい、で横掛けさん、あなたはどう考えますか。はい、どうぞ。私は全然分からなかったんだけども、うん、まず、うん、230円ので何個買えるかっていうのを計算しようと思って、最初10個でやったら2300円になっちゃったから、うん、オーバーしちゃうのはダメ で、うん、で今度9個でやったら、うん、2270円で、オーバーしちゃうから、オーバーしたな、それからどんどん数減らしてって、減らしてって、こっち半分の2個でってやってたら、時間なくなって、時間なくなっちゃって、最後までできなかった。はい。この考え方で、本当に僕はよく似てるよと、ちょっとね、僕はね、10から数え始めたけども、こっちから数え始めてる人もいるかもしれない。この考え方、僕やったよって。はい、三浦君だけ、阿部君、はい、じゃあ三浦君、阿部君を始めるな。じゃあ三浦君はどこでちょうどいい答えが探せるか、それとも答えは探せなかった、こうやってやっかずってたけど時間切れになっちゃったよっていうところだった、あったった、ああ、うん、230の3個買って、3個、はい、そうするとほら690円、そこっちは7個買うと2090円、ちょっと待って、7個買う、200円に7個買うといくらだ、1400円、はい、足してやるといくらだ、2090円、はい、ということだから、あーということは230円のケーキが3個で200円のケーキが7個買うと2090円だ、10円お釣りが来る、だからこっちは3個買えばいいし、こっちは7個買えば2100円で10円だけだから、あと10円こっちじゃ何も買えるんだろうなということで、これだという答えが考えられた。始めれば、ま、途中やってる途中というのは、まだやってるんだ、あっちのは頭のハードディスクに入ってたやつをプリントアウトできなかったんだな。
に戻るようになります。これ、じゃあ他、俺はこうやったと。ヨークとリカとアドが他の人ない。ヨークのは何ですか。どうやって飛ぶ。何を立てた。え、どうやってやるか。不等式を立てた。はい、リカのか。不等式を立てた。はい、その他の人いないか。いない。じゃあ、ここ、早いでしょ。一個ずつ感じてくるのはごく普通のやり方じゃない。他にいるの。はざきでも不等式だけな。だから、後でいいからちょっと待って。でね、他の人。アキラのはどうやってな、あれ。うん。かけるな、かけるな、もう一回だけどね。あれ、どうやってな。これ、どうやってな。で、カード何かな。4文字の表を使ってあるよね。これと同じか。違う、なんだ。え、不等式。じゃあ、他にね、全く違う考え方してる。いない。じゃあ、先生も考えましたので、こういう考え方はいかが、皆さんは分かる。230円のケーキ、10個買った。いっぱい買いなさいって言うから、全部230円のケーキに本当はしたいでしょ。お金はいくら必要なの。2300円本当は必要なんだよね。でも200円足りない。200円が足りない。足りないが、その人は何を考えたかっていうと、2300円よりも30円安いケーキ買う。安いケーキを買って、この足りない200円を30円安いケーキで埋めるやっていこうね。200円足りないんだよ。でも230円じゃなくて30円安いケーキを買ってってやろうね。30円浮くわけだ。1個元に30円浮いてる。210円足りない分を30円安いケーキ何個買えば埋めれる、この足りない分を。30円安いケーキを何個買えば210円を埋め、200円を埋めればさ。6個買ったんじゃ国産180円だから20円まだ赤字だよね。ところがこれを7個買うと、7個買ってやると210円余っちゃうよね、お金がね。その210円をこの200円に当てはめてやるよ。と30円安い200円の定期7個買えば1個ずつ、こっちは3個やろうってやった人いるか。そうですよ。いいだろうな。初めから10個買ってしまう。200円足りねえから、足りねえ分を30円安い経費で埋めてしまおうね。7個買えば埋めれるから、こっちは3個で埋めてるんです。いいことですね。じゃあちょっと聞くぞ。はい、いいか。どうやって考えるの、こっちは。
今回の話をしていますね。そこで食べた理科の話を先生が本当はしようと思ったんですが、皆さんにいくつかこう出てくるものを探しておきたかったので、ね、考えるものがあるようにしますね。理科の説明したことをもう少し皆さんがこう、ああそうかっていうのが分かるように話をしながら、そこの問題を当時の機会ならちょっとやってみるからね。1個203円のケーキと1個200円のケーキを合わせて10個買い、代金を2100円以下になるようにしたい。203円のケーキをできるだけ多く買うとき、最高何個まで買えますかっていう問題で、求めるものは何ですか。千尋、何を答え出せるの。230円のケーキが何個買いますかっていう問題だから、だから230円のケーキを X 個買えるって考えるんだよ。何個買えますかって聞いてたら、230円のケーキを X 個だけ買えるって考えればいいよ。そうした時に合わせてケーキが10個買わさなきゃならないよ。10個買わなきゃならないで、さくら、こっちのケーキが6個だと片方のケーキは何個買わなきゃならない。4個、どうやって計算するの。じゃあどうやって計算するの。どうして4だってここ分かるの。だからどうやって計算する。式なんだここ。6になりたから10があってこう発想か。そしたらさ、あ、こうなんだ。だからここの数でごまかされると大変だよ。ここが6個だと一緒に書くのここ何個だ。4個ってさくらが言ってるけど、ここどうやって出すって言ってる。4個なんだけど、どうやって4個で出すの。泉川君、ここどうやって4個で出すの。引けるよな、10-6で4個だ。ここが7になったらば、ここは10-7って考えるんだけど、ここが9だと、ここは10-9って考えるんだけど、だからこの数全体の数から片っぽの数を引いてやると残った数が出なってくるよ。で、問題はこっち側の個数を X に置くと、ここは何てなるの。そうするとここ初めここ何になる。ここ引いてねえかってな。ここは3個だと、ここは10-3で求められるよ。ここが4個だと、ここは10-4だって、ここが5だと、ここは10-5だって。じゃあここが X だと、ここは何、10-X ってなるよ。これが何かっていうと、200円のケーキが 10-X だけ買えるんだよっていう、ここに出てくるよ。合わせて10個だから、こっち X だと、そのこっちはこの数引けばいいよ。10からこの数引けば残りの個数が必ず出てくるよ。だから200円のケーキはこれだけ買えるってことになるよ。買った個数ね、ここが個数になるよ。そうすると230円のケーキを X だけ買うと、お値段はいくら。230円のケーキ1個の値段に個数をかければ代金が出てくるね。 230X よ。200円のケーキを10X だけ買うんだから、お値段はこれになるよ。で、持ってるお金は2100円だから、これより小さくなきゃ困るよ。というので、この式が出張ってきますよということで、式は何、式は何ですかっていうので、230X たす200、括弧10マイナス X、将来イコール、2100。はい、じゃあ、これ解いてみるからね。はい、230X の230のまんま。はい、スイッチここなの、角外すぞ。角外したらどう。
かけてやろう。カッコ外して食ってる。だよ、2カッコ X 足す3でよくやってんのよ。そしたらカッコ外して。できた、できた。あ、200×10 でどうだ。あ、2000、はい、2000、はい、2000、まあ、やっとこれかけるから、この形に 200X、 はい、小なりイコール2100、はい、じゃあ一方分の次ので2000、はい、プラス2000を反対側に持ってくよと、230X マイナス 200X 小なりイコール2100マイナス2000だよ。その代わりから気付けてね、一方するとねと、30X、30X 小なりイコール100、はい、と両方30で割ってあるから、 X 小なりイコール30分の100ってなるけども、0消しちゃうからね、これね、3分の10ってなるよ。3分の10ってのは小数で書くと、これいくら、 3.33333 だね。 3.3 よりも小さい一番でかい整数探したら最近だから、3っていう意味になって出てくるよ。答え書けませんが、はい。230円、ケーキは3個まで買えるよというふうにして出してやればいいんだよ。こういうふうに出してやるのは等式使って解いてやって、1個ずつ勘定するもの、不等式取り入れておくのと、どっちが簡単？不等式の方が簡単だよね。そこで、今日これからみんなにやってもらいたいのは、考え方の中でやりましたが、不等式ね、不等式を立てて、解を求める良さを知ってほしいので、こういう問題で考えをしましたよ。この式使わないで解くってなったらば、結構1個ずつ調べなきゃならない。横曲げさんは10個だったから調べれだったけども、もしかしてこれ2つの景気合わせて100個買いなさいって言われたらば、100個調べて、99調べて、98調べて、97調べてって、1から8までの数を全部調べなきゃならないよね。ところが、みんながやったこういうやり方でいくと、答えがすぐボードにこう出てくる。だから1個ずつ数を調べなくてもいいから、不等式作って解いていくことっていうのは、1個ずつ数えるのにも随分いいところがあるよということでございますよ。そこで、そんじゃこういう良さがあるんであればいうので、右側に問題が2つあります。今度はリンゴの実が合わせて20個買ってください。1個ずつ数えるととんでもない大変なことになりますよ。今やったケーキの話と同じようにして、自分で不等式を立ててリンゴ何個まで買えますか、あるいは下の問題だと梨何個買えますかという問題を不等式立てて解いていって解を探してみてごらん。1個ずつ探すんじゃ大変だから、当時が食べることの良さがいくらかでも分かったかなという部分で、じゃあ当時に食べて自分で貝を探してみてごらんということだね。いいですか。はい、じゃあそれじゃあ、ここ書いてない人は書いて、それから問題の1番自分で同じようにして当時を立ててみて解いてごらん。
数より早いでしょ。Thank you.
6以外、60、0以下、大変です。
った1番目から見てください。120よりも X だけ買うと言ってやると三河は合計20個買うのだから20マイナス X だけ買わなければならないよと。リンゴの値段は 120X、 それから三河の値段は70過去20マイナス X で合計の月は2000円だよ。で2000円以下にしてくださいっていうので120X プラス70過去20マイナス X 小なりイコール2000で、解を求めていくと X 小なりイコール12だからリンゴは12個まで買えるよ。本当かどうか確かめてみるからね。120円のリンゴ12個買う、そう値段はいくら。 12×12 してるよ。1440円な、1440円、これがリンゴの値段。そうすると70円のみかんは8個買わなきゃならないから7856と合わせてぴったり2000円だ。ぴったり2000円ってなぜぴったり2000円だったの。ここのところが12っていう割り切れる額が出てきたでしょ。だからぴったり2000円だったのよ。ところがこっち、はい、同じようにして求める。梨が X で柿は15個買うんだから15枚は X だよ。梨のお値段と柿のお値段、それからカゴまでひっくるめるよ。今度はね合わせて1000円以下にしてっていうので等式立てるとこういう式。 70X プラス50かこ15枚は X プラス80将来イコール1000、これを取り入れてください と X 将来2分の17これが等式の解だからね。これを出さなきゃダメよ。いきなり答え8って書いてるんじゃなくてこれをまず解いていくと2分の17っていう解が出てくるからね。ここはまず突き止めなきゃだね。これ出さなきゃだねよ。と、梨は8個買えますよ。じゃあ70円の梨8個買う、そして8560円、そうすると50円の柿は何個買うんだ。7個買う、そして350円、合わせて90円だから合わせても990円でお釣りは10円しか出てきます。今日話をしたのは等式の解。問題解くときに一個ずつこうやって数えて数を探すよりも等式そのものを立てて解を求めた方が簡単なものは多いよ。だから面倒くさいかもしれないけど等式の、もう応用問題ね、日本語で書いてるやつを数学の言葉にこう訳して解いていくことによって解を一個ずつ探すんじゃなくて求めることができるよ、そういう良さが等式にはあるからねということを話をします。いいでしょうか。いいですか。じゃあ問題を渡してもらいます。何番は出せる。9番か10番。じゃあ10番の問題を渡してもらいます。もう少し弱いはい、それじゃあ挨拶をして終わりにします。